はい、こんにちは。今日もゴーストリコンワイルドランズの PVP プレイしています。で、サポートをね、スカウトか、サポートクラスのスカウトをアンロックしてね、MP7 使えるようにしたんでね、早速これを使ってプレイしていく。まあ、レベルも9になってね、サポート系の、なんかスカウトのレベルを1回か。なんか2段階あって今2段階目ですね。2段階目にすると MP7 が使える。ということでね、こいつ、ちょっとやってみたんだけどね、すごい使いやすいですね。やっぱ最初のクラスだけあって、めちゃくちゃ使いやすい。あと、敵を倒さなくてもね、結構活躍できるんで、いいと思います。まあ、こいつの特徴は、ドローンですね、何より。ドローンでね、敵の頭上飛ぶだけで、なんか敵の位置がわかるっていうね。大体の居場所がわかるんで、そこに飛んでって、まあ、マークをすると。で、マークをすると、それを見た味方がね、勝手に倒してくれるっていう、かなりお手軽なクラスになっており、なっております。さあ、巡礼者避難所か。前回もこのマップだった気がする。マップもね、なんか種類が多くて、面白いっすね。なんか採石場のマップがちょっとあれ苦手かな。逃げも隠れもできないところで、スナイパーマップになったりしてるんでね。あそこだと、コカ農場かな、まあ、スナイパーマップが総じて苦手ですね。ずっと遠くで撃たれ続けるっていう、ね。結構開けた施設とかね、家とかあるマップが好きですね。さあ、始まった。前回、白いパーカーで目立ってたんでね。なんか適当に黒にしてやりました。さあ、MP7 を持って、この MP7 はね、MP7A1 かな?で、アタッチメントも特についてないかな。レッドドットサイトがついてますね。あと、なぜか知らんけど、ストックを展開してない。さあ、進んでいって。で、まずこのね、安全ルートがここですよ。この家入って。で、この家のね、まあ、強いのがね、ここ強いですね。ここ結構強いポジ。お、もう敵いるし。ははは。バレてない。来たぞ。はい、倒してくれ。はい、二人。いや。ああ、同じ格好して死んでるよ。かわいそう。これちょっとしてやったりっていう感じですね。ちょっと、相手もうんざりしてるけど。さあ、ここでドローン出して、索敵をしていく。お、ほら、こんな感じでね、光ってるんですよ。見つけちゃったからね、もうサクッと、突っ込んで、倒すみたいなね。あ、やべ。何やってんだ。後ろ回ったかな?さあ、後ろ回ったところ、こうやって倒していく。っていうね、なんかすげえお手軽なんだよね、このクラス。めっちゃ強いでしょ。まあ、MP7 の能力はね、まあ、まず、近距離だったらまあ強いかな。つか、ストック、なんだろう、ストックをね、伸ばしてほしいんですよ、個人的には。なんでこの状態で撃ってんだっていうね。命中率下がるでしょうが。完全にハンドガンモードにして使っている MP7。なんだろうね。フォアグリップ展開してるのになんでストック展開しないのみたいな。これ。不思議なんだか、これ。まあいいや。あ、いた。そっちですか。はい、見つけた。これ楽だな。でも味方がもう見てるんでね。もうガンガンもう、ほら、ああやって、寄ってたがって、倒すわけですよ。ああ、撃ってる。ああ、倒してくれたね。はい、ということで、ラウンド1勝利。を使いやすいし、サポートのスカウト。なんかね、近づいただけで敵の位置分かれても、ウォールハックみたいなもんでしょ、女。すげえわ。さあ、第2ラウンド。まあ、サポートしかね、ないんで。これを使ってみましょう。
さあ第2ラウンド始まった。そうサポートはね、これあの、はい、単純に敵見つけて味方に倒してもらうという、なんか通常通りの運用もできるんだけど、なんか1対1の気も強いんだよね。さっとドローン出して敵マークしてすぐドローンしまってもう決め打ちするみたいなことができるんだよね。大体ソロでも強いっすね。これタイマンの時はほんとずるいわ、このキャラ。中距離以降だとね、この MP7 じゃどうしてもなんか威力減衰っつうか、中距離だとちょっと難しいかな。ほんと近くによって倒すっていう感じなんでね、それ以外はもうサポートに徹していた方がいいかな。はい、ということで今回は左側奥から進んでいく。さあ、なんかマップに青い円がついてるけど、これは何かわからん。ドローンを展開して、敵は、あ、いた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 、今ね味方やられたとこだね。どこどこ、お、奥にもいる。あ、あそこか。はい、一人マークしていく。で、なんだなんだなんだ、お、撃たれてる撃たれてる、やべ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 。あ、壊れた。結構森の中に展開してるかな。ってことであればこっちにいる必要はないんで、リコーンタワー周りをね占拠していきましょう。またハンドガンに切り替わる。お、この MP7 アイアンサイトは一応ついてんだな、展開してないだけで。お、爆弾投げてるよ。近い近いか、もしかして。騒がしいな。近い、あ、奥ね、あの辺にいるの。味方がやられた。ちょっと遠いかな。おお、味方強えな。さあ、ここでドローン出して、あ、なんか一人生き返ったな。いたいたいた。はい、一人マーク。さあ、あいつをやるんだ。頼む。お、やってくれた。あ、まだか。さあ、進んで。お、一人やった。あと一人。あと、ん？ちょっと待って。いるよな、そこ。寝てる。はい、ということで、サクッと倒して、スコア 2-0 で勝利しましたね。こんな感じでね、ほんとスカウト強いんで、おすすめですね。まあ、ポイントはめっちゃ稼げるね。マークするだけで、ほら、キル3だけどスコア3なの。マークするだけでね、結構スコア入ってくんでね、じゃんじゃんこれで稼いでいきたいですね。